死にてえやつだけかかってこい。運が悪かったんだよ、お前らは。血の雨降らしてるわ。おじさん、怖かったよ。本物の竜はどっちか決着つけようやないか。ただいま WiiU 版龍が如く 1&2 HD4WiiU のプロモーション映像をご覧いただきました。セガの WiiU タイトル第1弾として龍が如くシリーズを任天堂さんのハードで発売いたします。龍が如くは熱い人間ドラマをテーマに練りに練ったシナリオ、現代の東京の繁華街を舞台としたリアルな世界、迫力のある人間ドラマを実現した、豪華声優陣も輩した、セガが送る大人のエンターテインメントとして最高の作品として誕生いたしました。まだお伝えしきれない部分がたくさんありますが、 WiiU 版ならではの機能がたくさんありますので、今後の続報にご期待をしてください。ということで、物語の舞台神室町にやってきました。大画面テレビでも手のひらの中でも遊べる龍が如くということですね。はい、お好みに合わせたプレイスタイルで生まれ変わった龍が如くを楽しんでいただきたいと思っています。せっかくの機会なので龍が如くについて名越さんにお聞きしてみたいと思うんですけれども、いいですか。はい。まず龍が如くというタイトルはどういう経緯で生まれたんですか。そうですね、その当時、ゲームが結構マンネリ化してるんじゃないかなということに対して、僕自身すごいストレスを持っていたのが、一番のきっかけだったと思います。はい、もっと多様性のあるゲームが必要だと、思っていましたし、それをやるのであれば誰よりも先んじて、自分が実行するしかないかなと。そして、せっかくやるのであれば大人に向けたゲームっていうのも作ってみたいなという気持ちもありました。やっぱり世の中にああいう設定と舞台をテーマにしたゲームはまだなかったですから。全くなかったですからね。だから先行例がない中に足を突っ込んでいて、どうにかそれを形にするということですね。はい。特に龍が如くの場合はそのゲームの中の世界をどうリアルに作るかっていうことが一番力を入れてらっしゃることの一つだと思うんですけれども、そのリアルな世界を実現するっていうのはどこに力を入れるとそう見えるもんなんですか。そうですね、実際スケールとして、いわゆる寸法をちゃんと実寸からスタートして作ることであったり、確かに CG の世界の中のゲームっていうのは結構寸法いい加減ですからね。はい。でも実際は自分らが常に、目にしている大きさですから、やはりそこは
若干のデフォルメが入ったとしても最初はそれが正しいかなと、はい、まあ、あとは、ランドマークであったりとか、はい、アイコン的なものっていうのがあればあるほど僕は街に近づいていくと思ったので、はい、だから実在するものがいっぱい出てきますよね、はい、もうタイアップ店舗っていうのは、絶対に少しでも多く入れたいなと最初から思ってはいました。その実際に知っている場所が出てくるから現実と地続きになるみたいな。そうですね、それがもう実際僕らも看板を見たらあのお店は何のお店か、はい、でそこで何ができるかが分かるので、はいはい、お腹が減ったらやはり物を食べるべきですし、はい、それが実際のご飯を食べさせてくれる店舗が出てくれば、はい、間違いなくそこに行ってくれますしね、はい、もうそこは一番他のゲームとは違うところだと思います。でもそしたらそこで期待していることができないといけないですよね。作る量がどんどん膨らんでいく、ね、はい、それはそれで大変ですけど、はい、なるほど。で実際にゲーム内にたくさんの人物が出てきますよね。はい、でその人物像というのは一人一人を名越さん細かく設定されていくんですか、あるいはその実在の人をイメージしてこんな人ってするのか、あるいは名越さんの頭の中にあるものを作っていくのか、どうやって決まるんでしょうか。やはり最初は、まあストーリーがあって、まあ、それのストーリーに合った人物の設定というものをちゃんと作って、うん、それに見合ったビジュアルっていうのを後付けで作っていく感じ。あ、ビジュアルは後でできるんですね。そうですね、うん、やはりそこでこういうセリフを言いそうな顔つきとか、はい、こういうアクションが似合うような体つきとか、はい、いうことを後で作っていくということを。あ、機能からデザインしていくんですか。はい、やはりゲームはその方がゴールに近づきますからね。うん、いや、ゲームはその方がっていうのはあの多分セガさんと任天堂で共通しているその哲学かもしれないですけど。あ、ですかね。でもあのいや、あの世界でも実は機能からキャラクターはデザインされるんだけど、ちょっと新鮮です。そうですね、うん、タイアップがいろいろ入ったりとか、はいはい、あの実際著名な役者さんが出てくれたりしてるっていう意味ではシミュレーションベースのようですけど、割と、はい、最終的に遊ぶものなので、はい、機能というものから入っていくっていうことは確かに今言われて気がつきましたけど、そうしてますね。調べちゃうと。なるほどね。はい、いやだからそのやはりゲーム屋さんが作った他では表現してこなかった世界っていうものなんだなっていうのが、そうですね、私にとってもちょっと発見です。まあ、今までお聞きしたことの中にもいっぱい含まれていたのかもしれませんけれども、龍が如くっていうシリーズらしさって結局どういうことだと思います？そうですね、まあ、コンセプトにも入ってますけど、まずは、大人向けのエンターテインメントを作りたかったということと、まあ、逆に言えば大人が見てもなるほどなと、いいものを見たなと、いいことのいい時間を過ごしたなというふうにやっぱり思ってもらいたかったので、うん、まあ、テーマもあえて結構重い、生きることは逃げないことみたいなメッセージをちゃんと配しながら、自分がプレイしたこと、要はゲームの中で過ごした人生ってことに対して自問自答できるような物語を作ってみたいなと思いまして、まあ、でもその割と重さみたいなものそのものが龍が如くらしさなのかもしれないなと思います。確かにこの重いもの、リアルな世界の重いものをそのままゲームに持ち込んでっていうのは、そうですね、ちょっとあまり他にない存在感になってますね。ドラマに関しては、はい、もういわゆるもうガチで全て受け止めるようなものにしてありますね、うん、はい、ところで発売日決まってるんですか。はい、龍が如く 1&2HDfor Wii U は8月8日の発売予定です。ついついいろいろ聞いてしまいました。ダイレクトには盛り込めなかった部分もありますので、ご興味のある方はこのプレゼンテーション終了後に公開する社長が聞く龍が如く in セガダイレクトをご覧ください。